伝統ね。マップは、そう、Go マップっていうところ、このタップでゲームスタートの上に表示されてる。これで、Go マップ。なんか、なんだっけ、原神のっていうか、ミホヨ、ホヨ、ホヨバース。ホヨバースがさ、開発してる、ゼンレスゾーンゼロっていう、あのゲームも面白そうよね。まだ、オープンベータテスト中だけど、あ、じゃ、クローズドベータテスト中だけど。今日のデイリー的なやつをまだやってないんだ。これ何？心を一つに、これ10連回せるってこと？これあれだよね。ピックアップ10連分ってことよね。私もゴーマップに作ります。いいね。そのゲームも楽しみですね。あれ面白そうだよね。とこれ10連分もらったんだね。これまた別件なんだね。行ってみよう。当たるんだ。ああ、これは持っとんじゃ。なんも出んかな。かぶっても突破みたいなシステムがあるから、あ、違う、突れるから無駄ではないんだけど、コンボリションじゃなくて武器。そこ、あれ、今のどれだ？これよね。あ、ていうことこれ3突までいけるやん。とつってなかった。何気に、他のもとつってないのあるんか。これは1回しか出てない。これも1回。ようわからんまま進めてる部分もあるから、これも SSR よな。特にないか。自分でギルド作ってる。整備レベルが上がった。こっちはできんか。まあ何はともあれ、あれだな、スタミナ使おう。とりあえずこっからじゃな。
レイブンの大釜っていう武器を手に入れたんだけどさ、大釜？大釜？キングっていうキャラクターの。なかなか強いよ。あれこれなんか途中からじゃない？え？どうなってんのこれ。隙だらけになるのか。こっちの方が扱いやすいか。おお、ダブルで。しっかり攻撃させてくれない。またこっちかな。キュート入りたかったですが、差は違いで無理ですね。ああ、キングいいですよ。キング選んだんだよ。なんか選んで開けれる箱みたいなのあって。なんかどのタイミングでもらってたんかはわからんのだけど、 SSR の武器を選べる箱がなんか手に入ってたんよ。それでキングにした。6500とかでいかついよ。なんかデビルメイクライみたいなやつもあるけど。デビルメイクライで見たような技をしそうでやつもあったね。あ、ちょっと待って待って。あ、レベル上がった。自分も勤務しました。いいよね。なんか分かりやすいかっこよさじゃない。なんか最初 PV かなんかで見た時にディルックさんにすげえ似とるなと思ったけど、まあ、よく見たら違うんやな。なんか身長高くて髪赤くてスタイリッシュで、なんかこういう黒系の服を着てたらもう全てディルックさんに見えるよ。ディルックじゃねってなったの。よく見たら全然違う。待って、やばい。なんかケンタウロス的な。ちょっと回復。エナジー結晶何？
にあるなんだ、怖い、何、怖っ、めんどいな、待って、どうなってんの、もうちょい、もうちょい、待って、危ない、ナイス、ギリギリ、危ない、はい、オッケー、ご飯食べるので落ちますね、お疲れ様、今4人で一緒に狩りをしてるんですか、そうそう、原神との大きな違いでもあるんだけど、あの、ま、ノラの人、今一緒に戦ってたのは全くの他人なんよ、と気軽にマッチングして今みたいに戦うことができる、で、なんか、その辺歩いてる人、ここ今いないか？なんか普通にこの NPC っていうか、この、普通の街のやつとは別で、他のユーザーが、この自分がいるマップに普通に歩いてることもあるんよ。敵と戦ったり。その辺が原神とちょっと違うかな。ちょっとデイリー的なものから終わらせようか。こっから行こうか。これデイリーミッション的なやつね。原神はキャラクターを切り替えながら戦っていくゲームなんだけど、幻冬は武器を切り替えながら戦っていくゲームだよね。ん？そこにあるな。待って。で、このジェットパック、こういうのも使えたりする。
クールタイムが長いけど。で、向こうにもあるな。あれ取ればよかった。あれ、これ敵倒せばいけるやつか。動けん。いや、こうやってる。危ない。動けん。長い。どこからかろう。嫌だな、これ。動けんのよ。いや、あいつめちゃめちゃ厄介。ちょっとダメージ食らってるしな。ちゃんと避けれれば問題ないってやつやな。ドリームマシン。まあ入るか。このドリームマシンは多分ランダムなんやな。ミニゲーム的な。ミニゲーム的なやつ。ちょ、待て。ちょ。ついわ。
けうまくやりきる自信ないな。最終波投げ、むずっ、何これ全然できん。無理だな、今コントローラーじゃったら絶対無理だなと思ってタッチパネルの方でやったけど、それでも無理だった。むずい。ドリームマシーンな。あ、ちょっと待って、復活してね、復活しとるー。ちょっと待って、これでもドリームマッシュの近くで戦うと危ないな。避けれんかった。避けれんな。やばい、死ぬ。あ、死んだ死んだ、普通に死んだ。休んで復活どっから、104m、 あ、近いとこから復活できるってこと。普通に死んだわ。昨日深夜帯にやってた、マジ眠くなってからもう限界になったの。限界になって終わったんだっけ、昨日は。これ、こいつら倒せばいいっていうとこなんだっけ。Yeah.
強いんだけど隙だらけなんだよね。あれ取りたいな。あれ取りたいけどこいつ倒さんといけないんだろうな。とりあえずここはちょっと離れてから、こっちから行こうか。昨日転送ゲート開けれるとこ全部開けといたから移動がだいぶ楽になる。寝落ちしてました。俺もうほんまにもう眠さが限界になるまでやったけど、思いのほか長時間できんかったなぁと思って。もうガチで進めていこうと思ってるから。ケイトスと遊園地とかな。下か。倒せばいいってこと？間違えた。これ何？これ何なの？何こいつ？これはどうすんだ？ナビアには頭が植物や体がネズミのような風変わりな生き物がいる。シェルターの研究員は研究用のサンプルを求めている。これはこれ弓矢とかでやるんかな。え、こいつらで合ってんのかな。合ってるよね。弓矢っぽい気がする。戦闘中に武器とか入れるんかいね。
こういうことか。これでいいっぽいね。あ、アクトさんお帰り。弓もちょっと入れときたいな。こことりあえず弓入れたままにしとこうかな。あれ、ここにこれ入れて、弓入れとこう。弓入れとこう。あれ、これボリッション装備できる？この系の、あ、それこれまだ装備してないんだ。とりあえず装備しとこうかな。あ、一応装備してんの？あ、違う違う、これじゃない。弓、これって装備一応できるか。雷、いや、これ炎ないんだな。まあ、いっか。まあ、なんか A のが当たったら装備しようか。またなんかどの武器がなんどの武器じゃない、どの道具が何の役に立つのかとかよう分かってないよね。画面戦いにくい。こいつすげえ嫌よな。めっちゃ距離取って戦う。スタミナがまだあんまないから無茶できない。あれ、デイリーに今向かったんだよね。あれ、デイリーも全部終わったっけ。今のところか。じゃあこれはこれで OK か。これこの手前にあるよね。ここにある、もう一個ある。
あ、ここなんかあるな。これやばい、戦闘中にこっちが反応しちゃって何もできないみたいになる。あのコントローラーでやってるとね。まだ一応コントローラー、あのプレステのコントローラーでも一応できるくらいの感じだから。これはあれなのかな、モジュールチャレンジ。これなんかこれを守ってるやつが今いない状態はクールタイム中ってことなのかな。見て、間違えた。あ、え、これ引けるんだ。え、しかも一発で死んだ。あれ、敵引けるんだ。知らんかったな。ストーリーはそっからだね。あの遊園地ちょっと一回楽しみたいんだけどな。ケイトスト、一回遊園地楽しみたいな。